じゃあそれでは行きます。はい、どうはぞ。い、夕方4時のゆるふわゆったくのお時間になりました。この番組は毎週水曜の16時から16時30分まで FM ギド版のマナさんと私パーソナリティのあきら先生でお送りします。今回は収録放送になります。そして今回はとても興味深いゲストをお呼びしております。沖縄でですね、伝統文化であるブクブク茶の専門家、島袋さんです。それでは島袋さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。島袋と申します。はい、それではですね、早速ちょっとお話を伺っていきたいんですけども、はい。まず島袋さんのことを知らない方もいらっしゃると思うので、はい。まず、どこで何をされている方なのか、ちょっと簡単に自己紹介の方をお願いします。僕ですね、壺屋の八千文通り、那覇市にある壺屋八千文通りの、カフェ、ウチナーチャヤブクブクというカフェを経営しております。はい。で、沖縄の伝統茶である、ブクブク茶。はい。をメインとしたカフェで、お店の半分が、カフェ。で、お店の半分が、まあ、やちむん。あとは、瓶型だったり、琉球ガラス。沖縄のおお、伝統な工るほ芸ど。おほのほ販ほ。売も一緒に行っておます。ほほほほ。はい。ああ、なるほどですね。そういうふうな方ですね。っはい。てことは、あれですか？来られるお客さんっていうのは、やっぱり観光客の方が多いって感じですか？そうですね。大体8割ぐらいは観光で来らあれる方。で、今外国の方も多くなってきているのあ。で、はい。いろんな方でもいらっしゃいますね。ああ、そうなんですか。うん。なるほどですね。ブクブク茶ということでね、私とても興味があってね、大変お話を伺いたいと思って、コンタクトを取らせていただいたんですけどりがとうも、ございます。幻のお茶って言われてるんですよね、ブクブク茶ね、以前。そうですね。作れる方がいらっしゃらなかったり、あとは、まあ、道具が、まあ、戦争の影響でちょっとなくなってしまったりとか、それで一旦ちょっと伝統が途絶えてしまっていて、それでなかなか飲めるお茶ではなかったっていう話は聞いてますね。なるほどでうん。すね。そうなんですね。で、その島袋さんのお店では、そのカフェとして、そこでそうブクブク茶をこういただけるっていうふうな感じなんですか？そうですね。気軽に。ブクブク茶の伝統茶を楽しんでもらう、知ってもらうっていうきっかけを作ってもらいたいので、なので、まあ、カフェとして、まあ、楽しみながら、お茶を飲む。で、幸せを招くお茶として、言われているそうなので、まあ、飲むなら楽しみながら飲んでいただきたいので、それで、まあ、ラフな感じで。ああ、なるほどですね。はい。で、たくさんその商品、やちむんの方も扱ってらっしゃるとか、お土産のね、瓶型の方も扱ってらっしゃるっていうことなんですけど、その島袋さんの方で、とりあえずそのおすすめの、商品というかな、サービスというか、そういうふうなのがもしあれば、少し上げてもらいたいなと思うんですけど、そうですね。まずはブクブク茶ですよね、とりあえず。そうです。一応メインはブクブク茶なので、喫茶ではブクブク茶を求めて来られる方もたくさんいらっしゃるので、まあ、おすすめはやっぱりブクブク茶。まあ、お店の名前にもなってますので。あとはなやっるぱほどりですそね。の次、まあ、よく出るのとか、おすすめは沖縄の氷ぜんざい。あ、ぜんざいですか。はい。ほほほほ、なるやっほぱどりです県外のね。方が多いので、ぜんざいイコールあったかいものっていうイメージがあるらしく、で、氷で出てくるぜんざいに皆さん驚かれることが多くて、おー、そうなんですか。なんかたまにぜんざいを注文されて持っていたら違うって言われたりしますね。そうなんですか。これぜんざいじゃないって言われることも多々あるんですけど。ああ、そうなんですか。冷たいもんですよね、基本的にね、そう全そう体そうね。なんですよ。なんかそういうイメージしかないので、まあ、ぜんおお、ざなるいっほてどで言っすたらかね。き氷が出てくるっていうのが、まあ、僕らね、沖縄に住んでたそうらで普す通よだね。と思うんですけど、まあ、ぜんざいくださいって言って、抹茶ぜんざいくださいって言って持っていったら、かき氷が出てきて、っていうことが、ちょこちょあ、こ、そうなんですか。あったかいぜんざいとお抹茶じゃないの？みたいな、なんかそういうこともありましたね、以前には。結構それ沖縄あるあるですね。そうそう、そうなんですよ。結構 皆さんなそるういほどですね。インパクトあるみたいなので、よく注文いただいて。そうなんですか。まだね、暑いですしね、まそうだ。ですよね。そうですよね。で、先ほどのブクブク茶のお話なんですけどね。ブクブク茶は、提供して、飲食できるって感じなんだと思うんですけど、体験みたいなのっていうのは特にやってないんですか？そうですね。ちょっと以前はやってたんですけれども、今ちょっと体験が、はやっていなくて、道具？
茶道具がなかなか手に入らなくてですね、おほ今。ほほほ、ブなるクほど、ブクそうなんです茶、か。そうなんですよ。茶筅と、泡を立てるためのブクブク鉢っていう鉢、大きな鉢が必要になってくるんですけど、その今、茶道具が今手に入らない状態になっていまして、なるほどですね。で、そんそなれのがあで、そうるなんんですだ。よ。僕らも、持ってはいるんですけど、やっぱり数が多くはないので、なるほどね。それでそうなんですよ。体験っていうことは今のところはやってはいないんですけれども、その茶道具を作ってくれる方を見つけて、はい、今ちょうどお願いをしているところで制作を。そうなんですうん。か。なんかで、ね、ブクブク茶ね、琉球王朝時代からのね、伝統あるお茶ですからね、ぜひそうでね、す啓蒙ね。してもらいたいなと思ってるんですけど、沖縄の方だと、まあ、島袋さんはほら、専門だから、あれ、ちょっと特殊なんでしょうけど、もう専門ではないですけどね。普通にね、沖縄に暮らしてらっしゃる方、沖縄在住の、沖はい縄の人ね、だと、ブクブク茶っていうのは、普段飲むようなものではない感じですか？どうなんです？はい。うん、多分、沖縄に住んでる方で、ブクブク茶知ってる方の方が少ないんじゃないかなと思うんです沖縄でですか？よ。はい。戦後ですね、戦争の時に、ブクブク茶の茶筅とか、その道具、あとは、作ってた方とかが、戦争で亡くなられたりして、一旦伝統が途絶えてしまった。っていう時に、やっぱりお米が原料になるお茶なので、戦後お米がやっぱり貴重になってくるのそうでで、すね。作ることができなくなってしまって、で、やっぱりそこで飲まれる習慣がなくなると、やっぱり知ってる方がどんどんいらっしゃらなくなって、なるほどね。で、それでそれがずっと続いていて、ブクブク茶っていう存在自体がやっぱりどんどん薄くなっていってしまっていて、それを、多分50年ぐらい前ですかね、4、50年前に料理研究家の方が、ブクブク茶っていうお茶を復活させるということで、いろいろ探した結果、東京にブクブク茶の茶筅を持ってる方がいらっしゃったらしいんですよ。昔、戦前にその茶道具を東京に持ち帰っていて、それがまだ残っているということで、それをお借りしてきて、ブクブク茶をいろいろ調べて再現して、で、それを復活させた。っていうのが、最近の始まりというか、ブクブク茶復活。そうなんですか。そね、こ非から常でにすね、由緒あるんですけどね、あれですね、そね。のうん。戦争で途絶えかけたからっていうふうな部分がちょっと大きいんですかね、あと道具の部分ね。そうですね。で、基本的に沖縄全土で飲まれていたわけではないそうなので、首里とか那覇の周でし辺。ょうね、接は待とい。かそういう儀式系ですよね、そうどでちすらかね。いうとね。普段飲む緑茶とはちょっと違いますもんね、やっぱりそうね。そうそう。なので、あんまり知ってる方がそこまで多くいらっしゃらなかったっていうのが、そうなんです要か。因ではないのかなとは思うんですけど、でも、はっきりとした詳しい歴史もまだ分かっていないお茶なので、それで、謎とか、幻のお茶とかいろいろ言われてそうるみですたいよですね。ね。そうですよね。なかなか、そうですよね。沖縄行っても確かに、すぐ手軽に買えるチンスコーとかと違ってね、ちょっとこう、敷居が高いっていうかね、そうで確かにすそういうふうなイね。メージはありますよね。うん。探さなきゃちょっと飲めないんじゃないかみたいなね。あ、そうです。の、召しそう上いうがら部れたこ分。とはあります？ブクブクしたまだないんです、私。飲んでみたいなと思ってて。あれですよね。新島雅子先生と味富先生がなんか中心あ、となっそて、やっぱりそうですよね。うです。が、ブクブク保存会っていうところは、先生が、筆頭に、ブクブク茶の保存を継なるほ承どしでているとすね。ころで、はい。あれなんですか？こう、茶筅でこう立てていって、白く泡立っていきますよね。あれって、普通の水道水ではないんですよね。普通の水なんですか？あれ。普通の日射の水で水使はってなます？く、硬水のお水ですね。硬水の？はい。軟水硬水。那覇の場合は、普通の蛇口からひねって出るお茶っていうのが、本土と違って少し硬水気味なんですよね、確か。でもそれだと弱いんですよね、硬水の。硬度。なので、本当は、湧き水とか、昔は、湧き水とかは結構硬度が高いわけ、硬水そうのです水よがね。出ているそうなので、それを使ってブクブク茶を作ってたそうなんですけど、やっぱり衛生上今、お客様なにかな提か供してね、るそとれはあころるかもでし使れないえでないすのね。で、市販で販売されている硬水の水、硬度が高いものを選んできて、泡の部分はそれで仕込みをしてます。お茶の部ど分のはく淡らい水。の、高さっていうか大きさになるんですか？こう、お茶に、泡を盛ること泡でをす。こう立てた状態。
僕らのお店は、ちょっと楽しんでもらうために、まあ、少し多めに泡を持っていて、多分、お茶碗からだいたい10センチぐらいは、おお、まあまあ高いですね、そしたそうらですね。ね。で、それで飲むおときに、自然と鼻にお、泡がついたりするので、そうそうですなんよですね。よ。そそれれがなんかを、楽しそう。つけて、それを見て、笑って、まあ、笑う角に福来たるということで、笑いながら楽しんで幸せを招くお茶で飲ああ、なまるれほどてでいするっていうね。文化もあったそうなので、それをちょっとメインに。ああ、なるほどですちょっとそね。れでもりもりに泡を持ってますね。そうなんですか。なんかね、ほら、てっきりね、沖縄の人、沖縄に住んでる人だと、こう、存在自体があまりく、こう、大体知ってるよみたいな人が多くて、だけど普段は飲まないよみたいなお茶なのかなっていうふうなイメージだったんですね、私はね。だけど、実際今、島倉さんのお話聞いてみると、沖縄でも結構知らない人が多いっていうふうな感じであるから、やっぱりその、なんだ、県外の観光客とか、あるいはその外国人とかの方が、もしかするとそういうふうな情報はその観光雑誌とかそういうふうなので見てるのかもしれないですね、もしかしそうたら。ですね。結構リサーチしてこられる方が多いので、で、僕らのお店も、ありがたいことに観光雑誌とかちょこちょこ載せていただいてるので、そこで、まあ、ブクブク茶っていう伝統茶があるっていうのを知って、まあ、ちょっと試しに見なにるほ行こうどかでっすて言ってきていね。ただける方とか、で、沖縄県内でも何かをきっかけにブクブク茶を知って、まあ、検索をして、うちに来ていただける方とか、で、ブクブク茶、ちょっと飲みに来ましたっていう方も結構多なくるいらっほしどゃでるすので、ね。ああ、そうなんですね。お店で、その焼き物売られてるってことは、例えば、その、提供する器とか、そういうふうな焼き物がすごく気に入って、そのブクブク茶を飲んで楽しんだ後で、その、まあ、似たような容器とか、同じようなその焼き物を買い求めるっていうふうなことも可能なんですか？大丈夫です。やっぱり壺屋の八幡通り、窯元さんがたくさんいらっしゃるので、そこで隣にある育桃園さんっていう窯元さんまあまあの有名です器よね、そを、こね。そうなんですよ。私も育聞いたこ桃園とあさりんはます。結構多分有名だと思うんですけど、育桃園さんの器をブクブク茶に使用させていただいてるので、まあ、気に入っていただいたら、隣の工房に買いに来てくださいっていう形でご案内。まあ、他の、窯元さんの器も、コーヒーとかに使用しているので、まあ、気に入っていただけたら、店舗に案内なでるきほど、るっそていんうなのふうには、なってそうるんでですすね。それも、やっぱり、通りとしてすごい魅力があるので。ですよね。すごいひしめき合ってる感じですもんね。焼き物そう屋なんでさんすのよ。ね。やっぱり、作ってる方とね、直接お話できるので。そうですよね。そこが、まあ、ある意味魅力ですよね。そうなんですか。なるほどですね。非常に興味深い感じだと思うんですけど。そうですね。なるほどですね。マナさん？聞いてます？聞いてません？あ、聞いてません。そしたらいいです。大丈夫昨日ですのよ。方に、マナさん、何か聞いてみたい質問とかございます？ね、私もブクブク茶という名前は知ってたんですが、本当に飲んだことがなくて、泡っていうのは甘いんですか？泡は皆さん甘いと思われる方多いんですけど、泡は全然甘くなくて、三品茶の香りがついてるんですよ。で、原料になるお米をフライパンで2、30分いってから使うので、結構香ばしいお米の香りと三品茶の香りがついていて、で、下には僕らは玄米のお茶が入っていて、なるほど。その玄米のお茶と泡を一緒に飲むっていう形になるんですけど、これホットでもアイスでもあるんですか？両方お出ししてます。そうなんだ。じゃあ夏場とかね、もう冷たいのが、そうなんだですよ。から冷たい方ね。がやっぱりすっきりは飲めるので、泡抜きも冷たい方がゆっくりではあるので、おすすめはまあ、今のところはアイスの冷たいお茶をおすすめをしてます。ああ、いいですね。ちょっとなんか気になってました。泡がどんな味がするでのすよか。ね。そうそう。皆さんなんか甘いとかデザートっていう感じで注文されたりする方いらっしゃるので、飲んでなんか、ん？っていう感じの方も結構いらっしゃいますね。じゃあやっぱり、付け合わせというか、甘い、お菓子とかもあるんですか？そうですね。琉球菓子の新垣上菓子店っていう首里城の近くにある、老舗のお菓子屋さんがあ有名るんでですすね。けど、
多分アルカケチンスポって3カ所ぐらい有名なところがあって、確かに、はい。その中の一つのお店なんですけど、そこの、チンスポと薫天ああ、いいですね。を2つ一緒にお出ししているので、ブクブク茶を、多分お茶菓子があった方が楽しく飲めるので、はい。一緒に今ご提供させていただいて、すごいチンスコウが人気があって。ああ、やっぱり、ね、そうなあっんたです方よ。がね、いいですよね。で、チンスコウも、販売、店内で販売をしているので、召し上がっていただいて、そのままお土産で買って帰られるという方、すごく多くて。わあ、いいですね。なんか器もやっぱり人気がありそうですね。なんか後ろのね、動画の背景の後見ろえのま方す。にも、はい、綺麗なね、お皿が飾られていますが、やっぱりこだわりがあるんですかね。そうですね、結構今後ろにあるのはカフェのギャラ、カフェで飾ってる琉球ガラスとかやちむん、あと瓶型になるんですけど、カフェの方で飾ってるのは、販売というわけではなく、見ていただくようなちょっと古いやつだったり、ちょっと骨董っぽい感じのものが多いですね。でも販売しているものは今頑張って作ってる作家さんとかのを、いろいろ購入させていただいて、それを販売しています。なんか観光客の方、やっぱ器好きな方多くないですか？このやちむんっていう沖縄の。そうですね、結構最近というか、やちむんブームなのか、やちむんをお買い求めいただく方多いですね。やっぱりなんか器も楽しむっていうか、器もセットで可愛いってね、多そう分で観す光客ね。の方もね、来られると伝思うん統で。的なものもありの、新しいモダンなやつもあったりするので、結構幅広い感じでいろんな方が八千文通りには来られますね。あきら先生、ありがとうございます。ああ、いえいえ、はい、あれ聞けですよましね、た。観光があったら、その八千文通り歩いて、その気に入ったね、その陶器とかこう探しながら、ちょっと疲れたから、ちょっと休憩で、ブクあ、ブクそうチでャーっすていう、ね。非常にいい流れですよね、はい。僕らはそのおしゃれとしなてカフェは。を目指してるわけではなく、八千文通りは喫茶店が少ないので、あ、そうなんですか。そうなんです。お買い物をしながら、ちょっと足休めにそうですよ寄っていね。ただいて、で、また頑張って器を探しに行ってもらうような、ちょっああ、となる中ほ間どので方すにあね。るので、お店も。ああ、そうなんですか。そういうカフェを一応目指してますなるね。ほどですね。いいですね。そうなんですか。その後ろの緑のお皿の隣にあるのって、それ瓶立ちですか？そういうわけではない。これそですの四か？角いやつ。これはそうですね。見えます？ああ、見えます、見えます。あ、やっぱそうだ。ああ、そうでなもんめちゃだ。くちゃでかいので、あんまり使へえ。うこいとはや、ないすごいでと思すうんね。でそすういうけのど。が普通にあるっていうのがさすがって感じですよね。やっぱりこういうのを飾ってると、やっぱりね、皆さんね、な興かな味。かそうですよね。なかなかちょっとこっちの方ではあんまりないかなっていうような感じしますよね、やっぱりね。なるほどです他にもいね。ろんいいなでもすのを、ね。店内に飾らああ、っそうなんでてするのか。で、ぜあひぜひ。あ、わかりました。来月行くんで、ちょっと遊びに行かせていただきぜまひぜひ。すね。そうなんですか。わかりました。で、そしたらですね、下袋さん、今後ね、日々ね、こう、お忙しい、こう、接客とかね、そういうふうな、あれでいろいろお忙しいとは思うんですけど、今後、こうしていきたいなとか、こんな感じで、こう、もうちょっと広がっていったらいいな、みたいな、そういう展望とか、そういうふうなのって、もしございましたら、おそう話です聞かね。せてください。今のところ、その先ほどおっしゃってた、蓮見順子先生とかが作ってるブクブク保存会と、もう一つ団体さんがあって、開け霜の会っていうお茶の会があるんですけど、この2つの団体さんで、ブクブク茶の提供の仕方がちょっと違うんですよ。ほう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 。で、歴史の伝え方も少しだけちょっと違いがあって、で、明治から飲まれているお茶とか、琉球王朝時代から飲まれているお茶で、なかなかどっちつかずで、ああ、足並みが揃わないかもですか。そうなんですよ。表千家、裏千家みたいな感じなのかなと思うんですけど、で僕は、教えていただいた先生は、その、開け霜の会っていうもう一つの団体さんの先生に、ブクブク茶を
ご給仕いただいて、で、それを、まあ、お店で提供しているので、玄米のお茶なんですけど、その、足立淳子先生のところは、ブクブク茶の泡の下に三品茶が入っていて、中に五石飯が入ってるんですよ。ほー、ってことは赤飯の上に乗せてる感じ。赤飯は本当にちょっとしか入ってないんですけど、そうなんだ。それでちょっとやっぱりお茶の種類もちょっと違うし、歴史も使い方が違うし、っていうちょっとその僕はその一応間にいる 感じで、蒼澄潤子先生もいろいろ教えていただいて、歴史とかをいろいろ勉強させていただいてるんですけど、やっぱりまだはっきりその歴史が分かってないっていう部み分たいでがす多ね。いお茶なので、できればそれをやっぱりちょっと追求できれば、そうですね。いいなと思っていて、まあ、できればその歴史をもっと深く掘り下げて、ブクブク茶が本当にどういうお茶だったっていうのを、まあ、そうで発す見できね。ればいいとは思ってるんですけど、やっぱり皆さんね、蒼澄潤子先生もやっぱりいろいろ調べた結果が、その、三品茶と赤飯っていう形だったそうなので、昔の文献にもブクブク茶のようなお茶はあるんですけど、イラストが描かれているんですけど、器に蓋がされていて、中がどういうふうになってるのかが見えないんですよ。でもお米でできてるお茶っていうふうに伝えられてるので、それがまあどういうお茶だったっていうのもまあはっきりさせたいし。なのでまあれですよね、そのジャスミン茶を使うっていうふうな部分では、そのジャスミン茶は共通して使う感じなんですか？あ、そうですね。香り付けで三品茶は同じように使いますね。下に入ってるお茶の違いっていうのがまあ一番大きいですかね。まあ味的には。なるほどね。あ、そうなんですか。あれなんですか、会員っていうか、その参加者っていうんですか、その会の、その会員さんっていうんですかね、そういうふうな人たちっていうのは、その島袋さんみたく、そういうカフェとかお茶屋さんをやってらっしゃる方がほとんどじゃない。保存会の方は、女性の方が多いんですけど、まあ、その団体、公民館とかで、ブクブク茶をいろんな方に、教えるっていう、講座とかをいろいろされてたりとか。で、ないるろんほなどイベンね。トに行って、子供たちにブクブク茶を教えるイベントとかをやられてたりするのが、まあ、保存会さんで、開け篠の会というところはもお茶の会なので、お茶会をされたりとか、お作法を取り入れて、っていうのが、まあ、開け篠の会で、ちょっとだけスタンスがちょっと2つとも違うんですけど、僕らそうなんでも、すか。そうなんです。僕らもでも開け篠の会、のお茶会も見たこともありますし、保存会さんの、そのブクブク茶の講習会とかにも一緒に参加させていただいて、一緒にいろんな人に振る舞ったりもしてきたので。俗に言うその表千家じゃないけど、日本の茶道ありますよね。で、そのやられる方っていうのは、そういうふうなその茶道関係者っていうか、そういうふうな茶道の知識が少しかじったような人とかに限定とかっていうふうなわけでもない。限定ではないです。ブクそうブなんクだ。茶をまあ作りたい、知りたいという方は、もうどんどんウェルカムで、で、ブそうクなんブでクす茶か。を教える。まあ僕らも、もともとは、そのブクブク茶のカフェをやるということで、その先生に教えていただきたくて、声かけさせていただいて、教えていただいたので、そういう方もちょこちょこいらっしゃるみたいですね。あ、なるほど本題でにすなりね。ます。わかりました。そうなんですか。いや、非常に興味深いですね。ぜひぜひ。なんかね、でももっとあれですよね、ブクブクさんの存在自体がね、もっと広がってくれるとね、なんそうかです知るね。機会もね、増えるっていうような感じだしね。一応、伝統茶ですのでね。そうですよね。なんかね、そうなんですか。わかりました。でもあれですね、那覇に限らずですけど、やっぱり今後も沖縄はね、どんどん観光客を中心として、どんどん訪れる人多くなっていくから、その分ね、その間口が広がっていくっていうふうな意味ではね、そうですね。ちょっと広げていけるか、ね、活動もしやすいのかなと思ったりもしますけど、そうですか。最後にですね、じゃあ、下袋さん、これをお聞きのね、リスナーの方たちに何かこう、メッセージみたいなのがあればお願いしたいんですけども。何でもいいんですか？何でもいいですよ。全然でもいいんですか？大丈夫です、大丈夫です。ですね、坪屋やちむん通りの商店街会長をさせていただいてまして、そうなんですか。そうなんですよ。やちむん通り、45店舗今、加盟ってあるんですけど、11月の2日、3日、文化の日に、やちむん通りでお祭りが、そうなんです坪谷やか。ちむん通り祭りが開催する予定で、まあ、周りにあるお店の割引販売でしたり、いろんな出店も出たり、
そうなんです壺か。屋を知るいろいろときっかけになるうと思いん。ますので、あ、ぜひそ皆うなんでさんすに。か。で、那覇周辺でもすごいたくさんイベントをされ、開催されていて、首里城とか、やっぱ文化の日なので、そうでしょうね。そうなんですなんかイよ。ベント多そうですね。つかみかね。で、那覇でビールのイベントとかもあったり、あ、そうなんですか。ぜひ那覇に来ていただいて、首里城から壺屋に来て、沖縄の歴史を知った後、そうですね。ビールを飲んで帰るっいいていですね。う流れでもいいと思うので、ぜ ひです2ね。日3日ですね、ああ、11そうなん月、ですか。那覇に来ていただいて、楽わしんかでりもまらしえた。たら、そうですね。じゃあ、リぜスナーのひ。方も、ぜひね、首里の方に、那覇のね、祖父江の方に遊びに行ってね、しゃぶくろさんのお店をね、訪ねて、ちょっと僕ぜもひぜひ貴重おな、待ちしてまね、すので。一服されてみてはどうでしょうかということで、本当ね、貴重な時間ありがとうございましいえ、た、とおんでも忙ないしでいす。とこちらこそ。ころ。ありがとうございます。今後もね、また何かあったらね、出ていただくこともあるかもしれませぜんので、ひまぜたよひ、いろつしでくお願もいしますよね。ろしくお願いします。じゃあ今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今週も放送を聞いていただいてありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。